なあ、一つ賭けをしないか。お前が勝ったら欲しい情報をくれてやる。お前が5年間見つけられなかったものの情報をな。いいじゃねえか。受けろよ、長谷山。じゃあ俺は降参側につくかな。ボコボコにしてやるぜ。覚悟しな。俺はもともとオーナーに雇われてる身だから。岩さんの方が絶対いいもん。一度きっちりやりたかったんや、水木とステージ上でのガチの殴り合い。お前ら全員まとめて皆殺しにしてやるよ。好奇心がうずくというもの。ただちょっとバカバカしいなって思っただけ。長谷山さんは苦手ですか？店の運営はうまい気がしますけどね。でも俺は岩見さんの方がいいかな、正直。告白すべき罪があるなら聞こう。難儀の男だな、お前は。君だから見つけられる情報があるんじゃないかと期待してるんだよ。こんなに情報を拾えないやつ集まるのは絶対に変でしょ。目の前のステージから逃げても始まらないから。僕はどのステージでも全力で歌う。すみません、言葉の意味がわからないのですが。見てて不愉快で仕方ない。そういうのはさ、お腹いっぱいなんだけど。その筋ね。私はいつもと変わらないよ。いつだって戦っている。君にとっての理不尽と。そうしたいと思ったこと。その時ギーはそうしたいって思ったことがあったんでしょ。あんたって基本悪趣味だもんな。賢くなってるじゃないか、リゴ。君の悪魔ってやっぱり面白いから。もう他に行くところはないんだ。どいつもこいつもはっきりしやがらねえ。サンキュー、北陽。ここまでスターレスを守ってくれて。